お対応料陽介管理人でございます。今日はですね、TAD テクニカルオーディオデバイセズ、オーディオブランドとしてですね、有名な TAD を、1日総力取材をしようと思っております。はい、ということで、今日はですね、松本望、音楽芸品館かということで、に来ております。どうですか皆さん、この立派な建物。はい、これはね、パイオニアの創業者でも、有名な松本さんの、ご自宅だったんですけど、それを改築して、現在は、記念芸品館としてですね、タッドの視聴室なんかも、こちらにあるので、双子玉川の、からタクシーで10分ぐらいかなのところで、来ております。はい、で2階がですね、その、ピアノなんかもいろいろ置いてあったり、コンサートなんかもやってるみたいなんですけどね。はい、ということで今日は、松本望む、音楽芸品館にちょっと皆さんを案内したいなと。あ、これですね。はい、だってもう表札がありますからね。はい、なんか人ん家に勝手に入るみたいで、なんか大丈夫かなみたいな感じはありますけど、ちょっと行ってみましょう。なんていうんですか、もう庭園的な、これ自宅ですからね、本当すごくないですか。ということでちょっと緊張しますけど、中に入ってみましょうって言って、まあ俺行ったことあるんですけどね。はい、行ったことあって、皆さんに本当紹介したいと思って、これをこの企画をちょっとやろうというふうに思った次第でございます。じゃあどうぞどうぞってなんかあれですけどね、いきなり吹き抜けになっててすごいですね。なんかていうか、なんかバラエティでありますよね、オタク拝見みたいな、そんな感じになってますけど、なんていうんですか、松本さんのそのとかパイオニアとかのそのゆかりのですね、商品がいろいろ展示してあるんで。はい、あれあれ菊池さんじゃないですか。井上さんですよね。違います。いやいや井上さんです。はい、はい、どうしたんですか。いや、ホールがあるって聞いてちょっと遊びに来ちゃいました。はい、あ、そうなんですか。そうなんです。はい、わかりました。いやいや、あ、じゃあ、いやいやということで、もういいや、もうちょっと仕込みしようと思ったけど面倒くさいから、今日ね、音楽芸品館で、ピアノがあります。それで、ピアノと聞いて、前回ですね、奥村さんとクラシックの、ね、はい、そうですね、番組をさせていただいて、はい、ゲストで出ていただいた菊池沙織さんを、またブッキングさせていただきまして、今日は、ピアノを弾いていただく、はい、そして、TAD のですねスピーカーをですね、自らの音源を聴いていただいて、スピーカーのご評価をですね、いただければなというふうに思っております。はい、ということで今日は一日ちょっとね、仕込み設定はダメ、ちょっと仕込み恥ずかしいですね、もうやめましょう、ね、はい、ということで、あ、こっちのカメラね。はい、一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、菊池さんもですね、のっけから参加していただいて、はい、記念館のですね、まずは、紹介を、してですね、いろんなルーツなんかも、ちょっと、皆さんに体験していただければなと思います。そして、スペシャルゲストということで、館長の横田さんです。よろしくお願いします。よくいらっしゃいました。はい、いう感じなんですけど、この松本望む記念館はできてどれぐらい経つんでしょうか。ちょうど2001年、21世紀ですかね、はい、のスタートからできてます。あ、そうですか。2001年からこの形になったのは2005年なんですけど、もう人が入れるようにしたのは2001年からです。あ、そうですか。はい、じゃあもう約20年ということですね。はいはい、もともとこれは松本様のご自宅だったんですよね。そうですね、居宅で二世帯住宅だったんですけど、下が創業者のうちで、上が長男の、2階が長男のお住まいでした。はい、すごいですね。はい、もうとにかく大豪邸で、はい、もう普通の人だったら10世帯住宅ぐらいいけそうな。そうですね、入りますね。それで、松本家から、ここ本人が作りました音楽鑑賞振興財団という音楽の財団なんですが、はい、そこに寄贈されまして、何か楽しいことに使ってくれということだったんです。で、音楽の財団ですから、
2階を改造してホール2つ用意しまして、一つはあのコンサートができる生演奏のホール、もう一つはオーディオの鑑賞できる再生を中心としたホールになっています。はい、はい、ということでございます。あの私もね、あの1回あの以前お伺いして、あの本当にあの素晴らしいところだなと思ったし、すごく感動しました。で、音楽好きな人にはぜひ知っていただきたいなと思ってですね、まあ、あのもう今回実はあの私も念願の企画だったんです。なのであの今日はあのすごく楽しみにしているという感じです。じゃあ早速横田さん、あのご案内の方をいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、それではまず創業者のコーナーがございますので、ちょっとこちらに行きます。はい、菊池さんどうですか。いやー、ワクワクしますね。ワクワクします。はい、はい、あ、この方が、はい、これは胸像が松本望、1905年に生まれて1988年83歳まで、まあ、頑張りました。頑張りはい、まあ、あのスピーカーを手掛けて世に出て、まあ、成功大成功したんですけどね、はい、あのそれまでは艱難辛苦っていうか、いろいろ、まあ、戦争もありましたしね、いろいろ大変だったんです。お父さんが牧師さんだったんですが、非常に製品な方で、献金受けると貧しい方に配ってしまうということで、まあ、松本少年お兄さんと二人で牛乳配達しながら家計を支えて育ってきてると。で、まあ、頭も良かったんで関西学院中学に受かってるんですけども、1年間で自ら中退して、文房具屋さんにデッチ奉公に入っちゃうというような育ちで、まあ、いわゆる、学問というかね、教育は自分でやってるんですね。しかしそのいろんなことを子供、あの好かれる子供でいろんなものを教えてもらい、全部身につけて、で、あの例えばそのラジオの組み立てで、優勝するんですが、そういうことで電気店に入った時にはその技師さんとしてね扱ってもらうという、まあ、勉強してないのにそういう扱いをされるとか、だから楽器に憧れて調律師に調律を覚えたりとかですね、非常に何でもこう突っ込んでいく人だったんですね。で、まあ、やっぱりメーカーたるゆえんでしょうけどね、自分で作っていくという、はい、そういうことをしてきて、でスピーカーで成功したもんですから、あの自分は、まあ、あのある意味音のその伝導師っていうんですかねいう気概を持っていましたので、スピーカーが世に出る前にあった家庭で聴ける音楽は何かということで、こちらのこれエジソン社の蓄音機です。あ、エジソン社の、はい、このエジソンって書いてありますけど、あ、これがスピーカーができる前で家庭で聞かれた、まあ、再生音楽ですね。右のやつがあの、まあ、いわゆる老管、これ老管ですね。老管、これをはめて回すことによって、これあの缶ジュースとかじゃないですよ、菊池さん、はい、大丈夫です、そこまで、あ、大丈夫ですね、そこまで大丈夫です、はい、これ録音再生できるんですよ。こう吹き込んでそれを戻すと音が出てくる。今でも聞くことができるんですか。できますね、はい。ちょうど12月6日があのエジソンが最初に音を出した日で、日本でも音の日と言ってるんですけどね、うん、その時に流した音がメリーさんの羊という曲だったんですけど、ね、ブラームスの録音も入ってるんですよね。ここにはないですけど、あのそういう廊下に入ってると声が入ってると電話であります。それでその前はエジソンが発明する前は何が家庭で聞かれた再生装置かっていうとこれなんですけど、あ、もうさらにあるという、お気づきでしょうか、何でしょうか。これなんかちょ缶を中開けるとドラキュラ出てくる。いや、え、マジですか。あーみたいな。あ、すごい。あ、すごい。ちょっと途中から始まっちゃいましたけど、乾杯の歌ですね。これシリンダー型のオルゴールといいまして、はい、1800年代に作られた、スイスのオルゴールです。でこのシリンダーを変えると別な曲になる、まあ、いわゆるレコードの書き換えみたいなことができたんですね、はい、それが、まあ、そのスピーカーの祖先だっていうんで、オルゴールをたくさん集め、一台だけこの記念館に残してあります。あとはあのオルゴール博物館に寄贈してしまった。あ、そうですか。とにかく松本は何でも寄贈したんですよ。絵画もいっぱい集めたんですけどね、はい、もうみんな差し上げてますから。あ、そうですか、はい、すごい。ちょっともうこれだけで番組やりたい。 いかがでした。いいですね。
なんか音が結構リッチですよね。そう、澄んでる、よく響きますよね。鐘叩くオルゴールも珍しいと思うんですけど。そうですね、こういうタイプのっていうのも初めて見ました。そうですね、すごいですね。あ、ここの部屋はどういうお部屋なんですか？もともとは応接間なんですが、今サロンで、特に申し上げていいかどうか分かりませんけども、よくドラマの撮影に使われる部屋なんですよ。そうなんですね。そう、あ、確かに、なんかお金持ちの方が、はい、並べ替えたりしてね、まあ、事件が起こったりとか、ぽいですね。隠し金庫があったりとか、そういうのドラマが多いんですけど、はいはい、なるほど。でここに蓄音機の名機と言われているクレデンザっていうのがあるんですよ。これクレデンザ、はい、1900年の初めの頃できたんですけどね、こういう装置。うわ、すごい。これは財団で買って持ってるんですけど、この部屋にあって、まあ、ここに SP のレコードがいっぱいあるんですよ。 SP ってお分かりになりますかね？もちろん、あ、もちろんっていうか、まあ、普通の方はですね、 SP 版という、まあ、レコード版のなんかもっと硬いやつというか、例えばこれはショパンの練習曲なんですけど、ショコルトの、これと今 LP で聴けるかもしれませんけど、こういう SP っていう硬いレコードで、しかもレコードみたいに何回も何回も聴けるわけではないっていう。え、だんだん減っちゃうんですよ。リミットがあるってことですか？あ、あります。うーん、もうなんか100回とかもうそういうレベルっていう。それでこのレコードが減らないように、はい、この針デシバリなんですけど、こちらよりはこちら硬くできる、こちらは硬くできる。そうですね。そしたらすぐ減っちゃうから、はい、それ貝のエキス、貝って硬いですね、貝殻って、はい、エキスで作られて、まだ昔プラスチックがないですからね、それを固めて作られたものに掘り込んで、その溝を誘う、なぞると音楽が出てくると。で、音楽の缶詰なんですよ。音楽の缶詰っていいですね。ね、で今鳴ってる音は、はい、この楽器を弾いてるんです。あ、これを録音したもの、はい、これじゃないですけど、違うの、もともと、あ、そういうことですね。ランドフスカさんが弾いてるんですが、同じタイプのものです、はい、ここから音が出てくるんですね。でメガホンってこうなりますね。あれと同じようにこの針の音がだんだん広がって、ここから大きな音が出てくるんです。へー。でホーンの角の開口部によって低音がどれぐらい出るか決まるんですけど、そういう設計されたもので、クレデンザっていう、ね、商品で、まあ、一世を風靡したんですね。だからそれなりの低域を出そうと思ったら、やっぱり図体を大きくしないとダメっていうことなんですね。はい、あれ、はい、なんかおそらく家が一軒建てられたぐらいのことで売ったらしいんですけど、それぐらい音楽を聴きたいんですよ、人間はね、はい、そうですね、はい、ちょっとじゃあ途中で失礼します、はい、SP 版の音は初めて聞かれましたか？そうですね、はい、初めてでした。どうでしたか？なんか味わいがありますね。ね、今絶対聞けない音がある感じですね。結構生々しいんですよ。そうですね、本当にもうバイオリンなんかかけたら、あるバイオリンスが来てこうんです。ここに中に演奏家がいるって言ってしゃがみ込んでました。人がいると思うでしょうね、昔の方だと。はい、でこれは普通の方のピアノっておっしゃる。これピアノじゃないですか？違うんですか？ピアノこれが今の音を出してた楽器なんですけど、ね、ピアノじゃないですかこれ。お客さんがこれ弾こうと思っても多分音が出ないんです。そうなんですか？え、どういうこと？触ってもよろしいですか？ピアノじゃないですかこれ。出ないでしょ。ペダルを入れないってないと、オルガンと同じになってまして、音を選ぶんですよ。選ぶんですか？なるほど。横田さん、これはピアノじゃなくて何なんですか？チェンバロです。チェンバロ、クラブさんでフランスですから、クラブさんということで、はい、それで音が出ます。おお、すごい。
今蓄音機で出た音でしょ。すごい。いや、すごいし、いきなり弾ける菊池さんもすごい。ちょっと結構衝撃を受けましたね。プレイエルなんですね。プレイエルそれで。これは有名なあれですね。ランドスカっていう鍵盤奏者が、バッハが弾くときなんかはね、そのバッハの時代にまず最初の頃ピアノないんですよ。でピアノじゃどのピアノじゃないんじゃないかということで。プレール社ってプレールってショパンが好んでたピアノを作ってた会社なんだけど、フランスの、はい、そこに依頼して、はい、昔のそのチェンクラブさんっていうのを作ってくれた、はい、まあ、プレールが研究して作ったのはこれなんですけど、ピアノ屋さんがやってますからピアノと同じようにこうフレーム、本当ですね、フレームありますね、フレームに弦を張ってるんですね。でさ、昔のチェンバロってのは板に直接弦を張ってますし、はい、こんな巻き線なんかないんですけど、そうですね、ピアノ屋さんみたいな、うん、私このタイプの初めて見ました。面白い。これはこの間に来た甲斐があるよ。なるほど。いやでも良かったですね。そしてこれを、ね、弾けたっていうのが今すごく。どうでしたか。やっぱいい感じでした。ちょっと声が悪くてすみませんけど、はい、すごくねドキドキしますね。あ、そうですか。うん、へー、そういうもんなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな貴重な。いやすごい、もうこの部屋だけでなんかちょっと1時間番組ぐらいできそうですけど、ね、ちょっと時間もないので、あの横田さん次、はい、はい、お願いします。次のお願いします。じゃあこちらでございます。ピアノとチェンバロは何が違うんでしょうか。構造が違いますよね。発音 の、はい、音の出方が違って、はい、ピアノは弦を叩くんですけど、チェンバロは弾くんですよ、爪で。なるほどなるほど。あ、だからなんかちょっとそういうっぽい音がするわけですね。発音が違うんですね。ここは驚きの部屋になります。これはもう謎の地下室ですよ。もうなんかあのドラクエの音楽が流れてますから、僕の中ではこの地下のね、うん、地下室に入っていただいたんですが、実は1階なんですよね。あ、そういうこと。え、すごいところに。あ、1階で恋ちゃんが泳んでます。めちゃくちゃなんか料亭みたいな感じですね、はい、この庭は、はい、京都から庭師が来て作ってる。はあ、本当の日本庭園です。すごいですね。お茶室もある、ね、はい、あれがこの西園寺金持さんという昔日本の首相をやった方の、はい、京都の別邸から移築したんですよ。あ、西園寺金持の持ち物だったのを、すごい。でここのさっきお話した同居していた長男の夫婦が京都行った時に、はい、ちょっと売りに出てたんで買って、うお土産に持ってきて、ちょっとあのそんなお土産ってあるんだ。そうですね、ちょっと言葉選ばずに言っちゃうとやりたい放題すごいですね、はい、という感じで素敵なお庭、その部屋を見れる部屋が、はい、創業者松本のどのいろんな遊びの部屋だったんです。あ、なるほど、ここは遊びの部屋なんですね。ここでいろんなものを作って、はい、でとてもそのチャーミングな人柄だったと思うんですよね、はい、で何かやっちゃうみんな呼んでこんなものやってるとか、うん、それから逆に新入社員で新しい製品できたということで社員を持ってくるとどれどれとやったりしてここに預かってたりね。なるほど。これ昔カーに車に積んだカラステレオの元ですよ。テープ入れて聞くとか。これがカーオーディオの元ですね。元、はい、え、これはスピーカーがついてるわけで、ついてます、ついてます、ついている、はいはい、車の中で聞くオーディオのような、はい、はーの試作品みたいな。そうですね、まあ、実際作ったのかな、はい、あ、そうです。あと赤ちゃんでもこうかけられる、こうポンと押すと音が出てくるとかね、そういう、まあ、一番力入れてたのはこの椅子なんですけど、そこの写真ご覧ください。あ、これですね。これも、ま、松本さんがいて、この部屋でこうやってはニコニコしてる、はいはいはい、写真です。かわいいスピーカー。ちょうど年頃は一緒だと思うんですけど、はい、でこれはあの体で聞く音楽会っていう形で今パイオニア株式会社やってますが、やってますね。あのお尻とか背中とか胸に直接スピーカーの振動を当てて、音を不自由な方にもね音を補って聞いていただくと、で耳が健常の方でも迫力のある音が聞けるということを求めたんですけど、あの糸川秀夫さんというロケット博士
来しましたね。はい、あ、いや、糸川さん、あの、はい、はい、これ骨伝導ってことを覚えて、それで松本のズムがこういうのを開発したんですね。はい、でボディソニックって言って売ってました。そうですね、はい、そのやってた部屋です。へえ、まあ、いろんなアイデアがここから。これはゴルフのゴルフはね、あそこにあるプロアマーに出るほどの腕前で、はい、何でもエイジシュートって達成してるというふうに聞いてるんですけどね。そうですか。80歳で80で回るという、でだんだんこう足腰がこう弱ってくるとこう取るの大変じゃないですか、はい、で彼はこのクラブを作ったと、はい、これまさかボール取り機ですか。こうボールとポーンと入れてこう、はい、ドッとつすごーいでまたこういうのを作ったら分かりやすいやつが受けがいいんだよ、はい、そういうことをする人だったんですよ。ああ、でもやっぱ違いますね、はい、作っちゃえばいいじゃんってなるんでね、うん、そうですね、うん、とにかくフレンドリーな人だったもんですから、はい、いろんな業界にもこう顔が聞くしね、うん、で本人が、創立30周年の時記念で、はい、さっき申しました財団を作るわけですね。音楽を、はい、子供たちに音楽をっていうのは、うん、そういう時に集まってくれたのが理事として入ってくれた中曽根康弘さんとか、うん、当時の文部大臣とかですね、はい、から堀内敬三さんっていう、はい、作詞したりとか文化人、はい、中島健三さんっていう方もこういうの文化人なんですよ。そういう人たちがたかがの工場のね社長が集めた財団に入ってくる。確かに確かに、そういうこの人集めの名人っていうか、言葉悪いんですけど人たらしって言われたっていう。あ、そうですか、はい、そうなんですね。誰でも初対面で仲良くなっちゃうんですよ。なるほどなるほど、はあ、それはもう仲良くしてもらった人から言われましたから。ああ、そういうすぐ昔から杯をこうやるとかね、相手が偉いからやるんじゃなくて、この人と出会ってなんか自分にも新しい何か起こるぞという、なんかワクワクしちゃうんですよね。ワクワクしてこうお付き合いしちゃうっていう。なるほど、うん、そういう気持ちが会社も大きくしたし人望もできたっていう形で、その一方こんなことやってると。なるほどなるほど、繋がってるんだ。だからこの、まあ、これからもご案内しますが豪邸なんですが、はい、自分がこもって遊んでたのはこの部屋だけですよね。うん、 あとは茶室やなんかありますけど、全部その奥様がお茶をなさるんでね、奥様のためとか、それからもうゲストルームはやっぱり海外からのお客様もありますからね、そういう方のために用意してあって、本当にめちゃくちゃ喜ぶでしょうね、海外の方が。そうなんですよ、ね、ですからね、ちょうどここから紅葉がよく見えますよね。ね、本当に素敵ですね。うん、なるほど。そんなということで松本さんの、はい、まあ、工作室、工作室、そうですね、はい、アイデアルームというかいう感じでした。はい、あ、すごい、あ、もうなんか懐かしい、このロゴ。音羽時代ね、音羽に最初工場作ったんですよね、はい、その看板ですね。なんかグッときます。え、なん、あ、パチンコも好きでいらっしゃった。パチンコはね、あのお孫さんたちもいらしたんで、あの遊びに買ってきて、でどうも中の気候を見てたっていう話もあるんですけどね。あ、なるほど。一つ入るとパッとチューリップが開くんで、うん、楽しげな、はい、いや、もう一部屋一部屋こうやって喋ってるとどんどん時間が、いや本当にね。じゃあちょっと次お願いします。はい、じゃあまた2階に戻ります。はい、2階じゃない、1階です。1階、もうごっちゃになっちゃいますね、本当ですね。はい、いかがですか、皆さん。やばくないですか。でもちょっとね、ボリュームありすぎて、これちょっと、もうタッドの視聴とかできないかもしれない。それはまずいな。はい、いやー、これ1日咲くべきだったな。どんだけ広いんですか、これ。ここが、ご夫妻の寝室だったところです。あ、寝室。当時ではもう50年前にできてるうちですけど、はい、あの、まあ、新しい和様式っていう感じの、こちらがあの女性は羨むし、は、見たい、男性は足がすくむというパウダールームです。え、こういう、わー、うわ、すごい、憧れますね。そうでしょ、はい、見学者には男だったらこういう部屋作って奥さんに用意しろって、あ、そういう意味で足がすくむんですね。言うんですけど、自分なんでもできる。もうそうですね。いや、もう言ったらもうこれぐらい の, あの広さのお家でいいかなって思ってたんですけど、僕。はあ。じゃあもう松本さんの奥さんはもうここで。そうですね。バスルームあって。へえ。
へえ、すごいですね。今はこの女優さんがここでメイクされるんです。ああ、なるほど。はい、でも3面鏡入ってますからね。問題なく。ね、はあ、素晴らしいですね。はい。はい、そんな。ちょっと僕も頑張ってこういうのを作りたいと思います。ますね、はい、で。こちらが。はい。あ、まだ、はい、もうなんかもう胸がいっぱいなんですけど、パイオニアの、あ、ここをね皆さんにお見せしたかったの、はい、創立69年もあったんですけど、スピーカー作り出して70年目に記念の展示会やったんです、はい、この紙使ってましたね、はい、うん、その時音楽会やったりスピーカー展示して見ていただいたり、それを名残をこう出してます。これが、成功の元になった A8 という本人がデザインしたスピーカーです。真ん、はい、中にジュラルミンで高域を出すスピー振動板を貼り合わせてあります。これは、まあ、いわゆる同軸、そうですね、ですね、同軸2ウェイじゃなくてダブルコーンですかね。あ、ダブルコーンだ。はい、あ、そうか。真ん中だけ振動高い音を出しやすく、変えれるんですもんね。はい、そうですね、はい。ダブルコーンなんだ。はい。はい、いうことで、A8 です、お値段が17円、はい、いくらでも買えますよねこれ当時何かいくらぐらいなんですか。今いくらってわからないんですよ、ね、いや、まあ、今で言うとどうなんでしょうね、うん、3000円とか4000円ぐらいとかそういう感じ、そんなでしょうね、もうちょっと高かったんですよね、パーツだからね、あ、そうですよね、と思いますけど、でこう歴史を踏んでこう置いてありまして、パイオニア、まあ、年代と種類別になってますけど、そうですね、で、52年、パイオニア初の、コアキシャルのスピーカー、PAX12A というのがあったということですね、まあ、最初はもうどんやっぱりユニット、そうです、もう、まあ、スピーカーのユニット屋さんです。あ、なるほど。 なぜそのパイオニアのスピーカーが人気が出たんでしょうか。まあ、やっぱりその最初のスピーカーにちょっと一工夫があったりですね。なるほど。ちゃんと作ってるとかまだあんまりなかったんじゃないですかね。あ、海外の製品はあったんですけど、日本製ってのはそうなかった。うん、で、本読みますとまだ物資が豊かじゃないんで、なかなかこのつてがないと部品も集められない、うん、手に入らないです。なるほどなるほど。それがやっぱりそのまた人柄が、あ、なんとかしちゃうんですね、はい、はい、いうことで、昔はこの福音電機株式会社の名前でスタートしたんです、はい、で製品の名前がパイオニアだったんですよ、はい、これ知らない人は結構多いんですよ、はい、まあ、要はその クリスチャン の, あ, の、うんうんうん、あれだったということで、でここがオンサになってるんですよね、昔のやつは。本当ですね、オンサと、はい、電気のオウム、うんうんうん、オウムですね、こういう福音電機という、でこれがもう今だからね、本体のパイオニアとか、ね、カロッツェリアとか、あとはパイオニア DJ とかいろいろ分かれてしまったんだけど、昔はもうこのがルーツなんですよね、はい、で、まあ、スピーカーの中で一番面白そうなのはこれなんですけど、何だと思いますか。あ、何これ、あ、すごい、これ写真があるんです。オリンピックの時に用意ドンっていう音が出る。そうです。前回のオリンピック1964年の時に、まだあのピストルの音って音だから遅いじゃないですか、はい、光よりも、うんうん、でよく煙を見てスタートするとか習ってた時代なんですけど、やっぱりオリンピックの第8コースも全部ねスピーカーを入れて同時に音がドンっていう、それをパイオニアが受注してやった。すごい、本物です。これは本物ですか。第8コース使われてたものですもんね、はい、なんかドキドキしますね。はあ、すごいですね。あと、まあ、この辺なんかも、うん、そうですね、まあ、松本さんのお写真なんかもありますけど、長男の方の聖夜の方です。あ、はい、そうですね、あ、長男の息子さんということですね。息子さん、要は、はい、でこちらがお父さんですね。お父さん、あ、本当で、あとこれちょっと皆さんにお見せしたい、ぜひご紹介したいんですが、これ可愛くないですか。これ今再発したら絶対売れると思いますよ。へえ、これはレコードプレイヤー、ポータブルレコードプレイヤー、はい、ね、なんかデザイン可愛くないですか。可愛いですね。でここにレコードを置けると、で、まあ、スピーカー、はい、ね、うん、これレコードプレイヤーですよね。そうですね、ですよね、はい、はい、12インチはかかんないのかな。7インチだと難しいかもしれないですね。うん、あ、こういう12はかかんないわ。これで、あ、ちっちゃいレコードなんだ。ちっちゃいです。あ、そうだそうだ。もっとちっちゃいのがあるんだ。
あとこれとかめっちゃ懐かしい、なんかレーザーディスク、最初のですね、最初のプレイヤーです。あ、初号機ですか。そうですね。かっこいい、デザインもかっこいいな。蓋が上に開くんです、はい、ポンとですね、はい、LD1000 なんかどっかで見たことあるな、これどっかの家でという感じで、まあ、まあ、空間を、はい、スピーカーっていうのは断面がこうなってるんですよ。これがダイナミックスピーカーなんですよ、はい、あ、ちゃんと見れるようになってる、はい、うん、子供が来るとその中の構造も全部説明しますそうですね、はい、まあ、コアキシアルのスピーカーがあったりとか、ね、欲しくて買えなかったんですよ、私の給料では。あ、そうなんだ、やっぱり憧れのあれだったんですね、はい、うん、あ、そっか、本もあるんだ、73本あります、はい、これは一応の、はい、プロデュースじゃなくて、はい、まあ、どちらかというとマニアに近い、うちのファミリー用のスピーカーこれとこれとこの組み合わせで音を出すとですね、大きな箱を入れてですね、アルテックとかみたいな感じです、はい、まあ、スピーカーってもっと大きければ大きいほど音を出すのが有利なんですが、それをそうやると加点を置けないでしょ、そうです、こういうサイズに詰めて、うん、どうやってそれで音を出すかっていう歴史なんですよね。大きければいいんだけどできないですから、そう。そうですね、うん、なるほど、まあ、こんな部屋もあります。いや、すごい、もうめちゃくちゃお腹いっぱいです行きましょう。次はじゃあホール行っちゃいましょうか。はい、お願いします。で、少し遠回りですけど、はい、せっかくですからちゃんとした階段を上がっていただいて。楽しみしかし綺麗にされてますね。いやいや、ね、20年、本当ですね、ね、そしてここがお宅だということが、そうなんですよね。そうですよね。ねえ、ここで音楽会できちゃいますから。ね、ここでね。本当に。あ、でも響きが良さそうですね。このグランドピアノはね、追い出されてここにあるんです。理由は後で言いますけど。はい。はい、2階に来ました。ちょっと雰囲気が違いますね。そうですね。2階ね、うん、はい。ちょっと白っぽくて。うん。本当に広すぎてもう分からない本当に迷子になりますね。なりますね。な、鬼ごっことかやってみたいですね、はい、まあ、A ホールといってうちの自慢の響きのいいサロン用のコンサートホールです、ね、あ、 A ホール、はい、はい、いう感じでちょっと雰囲気は、はい、あ、ここに来たかったんですよ。で、これが活躍しているベーゼンドルファー C170 という CS170、はいはい、ちょっとあの次のロケの準備バキバキしてますけどね。奥行きが170センチですね。はい、はい、で、やはりコンサバティモデルっていって、あの学校だとかね、そういうところで使えるようなツヤ、ピアノ仕上げじゃないんですよ、ツヤ上げしの段階の音は同じですけど、ね、うーん、でこの部屋が広い部屋じゃないので、はい、つまりスタンウェイとかいういわゆる鳴り響きを勝負とするようなピアノじゃなくて、はい、ウィーン風のね、落ち着いた音を入れたんですけど、なるほど、はい、ベーゼンドルファーは落ち着いた音がするんですか。まあ、どちらかというとね、木の音を主体になるんで。あ、木の音を主体なの、はい、あ、そういうことですか。なんかガラスとかもめちゃくちゃいいですね。そうですね、ここはまあ、ここがあの長男夫妻の寝室だったんですけど、あ、それを全部変えて、あ、ですよね、天井、ここで寝せるわけじゃないですか。そうですね、はい、天井を抜いて、はい、そのちょうどできるだけカーブをつけてですね。あ、本当だ、壁も全部曲げてあるんですよ、音響的にも。あ、すごい、壁も、はい、壁もこう曲線になって。あ、本当だ。で、材質があの杉なんですけど、まあまあ、一番安い材料と安い材料なんですけど、針葉樹ですから、うん、広葉樹のね、ラーみたいな硬い木がないんで、はい、響きが柔らかいんですよ。なるほど。で、天井も全部杉で固めてますから、独特の柔らかい響きで、うん、特に弦楽器奏者がこう喜んで弾いてくださいますね。うーん、あとチェンバルとそのささやかな音もね、よく伸びてくるんで。ああ、そういうことですか。うん、いい響きがね出るという。あちらがあのオルガンで、はい、まあ、先ほどちょっと申し上げましたクリスチャンの家系だったんで、はい、ホール作ったらオルガン入れようねっていう、こういう。ああ、なるほどなるほど。で、この部屋に入る、いっぱいに入る程度のオルガンをビルドしてもらったんですよ。ベルギーのシューマッハっていう工房で作ったオルガンです。へえ、
すごい。ちょっと近くまで行って見させてもらってもいいですか。すごいですね。もうね、こちらのオルガンも見たかったんです。あ、そうなんですか、はい、あ、すごい。こちらは堂々と響いていて、これはもう電気で、水壕じゃなくてモーターで、はい、空気が入ります。はい、すごい。僕もさっき のクラブさんと一緒に、はい、これを引かないとならないですね。そうですよね。はい、ストップ、どうぞお座りください。よろしいんですか。向こうから回って、で好きなストップ引いて引いてみてあ、これを引くと音が変わるんですか。はい、で、これを引いてみます、はい、でそれ上の鍵盤ですね。上の鍵盤、上の鍵盤が、こちらは下、こちらです。ドがそうなんですね。変わっちゃうんですよ、ね、いろいろこう弾いてみてください。はい、あ、音が重なると、うん、おー、足、あ、そうなんですよ。あ、ちょっと弾きにくいでしょうけど、すごいすごいてかマジで何にもやってないのにガンガンやってくるのはすごいですね。いきなり足鍵盤まで。いや、あのプロテスタントの高校だったので、はい、あ、そうなんですか。それでちょっとやってたんですか。はい、あ、礼拝の時にオルガン弾かせていただいたりしてた。いや、でも久々にやったらちょっと全然ダメでした。あ、でもまあこういうシューマッハーというところのやつがあると思う。はい、松本家もプロテスタントですから、はい、あ、そうですか。まあ、牧師さんと言いました、先ほどね、話しましたけど、あの、僕も一応そういう高校。あ、そうなんですか。はい、それっぽくないんですけど、すいませんでした。はい、ごめんなさい。じゃあみんな、あの、今先祖喜んでますよ。そうですね、はい、違ってくれてっていう。あ、はい、いい音してた。ステンドグラスの右側が百合の花なんで、プロテスタントはちょっと違うかもしれないけど、マリア様の象徴でね、キリスト教ということを入れて、この花のデザインにして、はい、左の方は椿で、この庭園椿がいっぱい咲くんですよ。で、奥様はお茶会によく使われたっていう思い出で、椿のデザインした。あと、周りのこう壁の照明は、まあ、リンドとかサンゴだとか、いわゆるローズとかそういう西洋の派手な花じゃないですよね、カラスリンドとか。そうですね、これは道の延べに咲く花にも心をこう預けたっていう優しいご夫妻の思い出というこうになってます。そういう優しいホールなんです。温かみがありますね、はい、本当に。でもこうやって話をしててもすごく響きが柔らかいですよね、はい、確かに飛びますけど音がいい、うんうん、すごく落ち着いた響きで、はい、なんか胸がいっぱいになっちゃいます。そうですちょっとやられちゃいますよ ね、 すね、はい、で、まあ、あのさっきお話しあったチェンバロはこちらちょっと 今日は楽器に入っちゃってます。じゃあチェンバロ行きましょう。これも、まあ、チェンバロ ですけどフレンチのモデルですから、正式にはやっぱりクラブさんって言うんでしょうけどね。うん、どうですか。いや、あの中の装飾がすごく可愛らしいでしょ。装飾ってか、なんかめっちゃいろいろ絵描いてありますけど、これ、そうなんですよ。チェンバロとかクラブさんっていうのはすごくこういうふうに絵が描かれているんですね。ああ、そうなんですか。フランスのモデルなんですけど、はい、作った日本人ですから日本の絵という感じがちょっと強いんですよね。やっぱちょっとこうスズメなのかな。これはね、枯れ木にスズメが止まって鳴いてるので、はい、響板が枯れた評判がまたよく音を出すという。そういう意味がすごいめちゃくちゃ深いですね。深かったですね、はい。これはあのここでさっきお話がありましたよね、はい、爪で弾くんですよ。この白いこの横に白い爪が出てますね。これで弦を弾くんです。見えないです。横に出てる、うん、白い爪。あ、本当だ、白い爪、うん、
これが下から上がって上に弾いて、うん、あそういう感じなんだ。で降りるときは、はい、斜めなんでこうこっちで下がっちゃって音が出ないんだって。はい、うん、で出入りするんですね。はい、そういう装置で音を弾いてる。横さん、もう一回いいですか、ちょっと皆さんに見して。なるほど、純粋に弾いてんだこれ、すごい。こちらと爪が見えますね、白い爪。あ、ほんとだ。じゃあこの爪が折れたら音が出ないみたいな、そういう話になるんだ。へえ、すごい。ですから、まあ、音の音量はこんなもんなんですよ。はい、あ、それで、そっか、はい、それでピアノは、本当はね、ピアノフォルテって言うんでしょうけど、小さい音も大きい音も出るっていう名前がついたんです。ピアノからフォルテの音まで出るっていう。これは一定なんですか、音は。もう大体一定ですね。大体一定。音を重ねる、音を重ねていくと音を少し大きい。あ、なるほどですね。膨らんでくる感じ。なので、こう、強く弾いても音は別に大きくなる。あ、こういう時代の楽曲っていうのはやっぱりその装飾の音符をいっぱい足すことによって音を足してボリュームを上げて、へえ、変えていくって。あ、じゃあサビとかだったらいっぱい音増えるみたいな。そうですね、トリルっていうか、あのタラララっていうのをいっぱい入れたりとか。あー、タラララってありますね、うん、どうぞどうぞじゃあまた聞かせていただきます、はい、なんかすいません、ちょっと菊池さんフル回転で今日は、はい、すごい幸せです。面白いですね。いやー、素晴らしい。本当はチェンバーとかオルガンとか練習されてるでしょ。ピアノの弾き方と違うもん。あ、そうですか。そう、普通できなくて、うん、ピアノの弾き方やるとちょっと硬くなっちゃうんですよね。あ、ありがとうございます。いかがでした、このチェンバルは。いや、もう素敵ですね、引き味っていうか、本当に、うん、こういうなんかバロックのものとかもうちょっとやっていた時期があって、その時にチェンバロとかクラブさんっていうのは触って2年ぐらいですかね、ちょっと勉強していた時期があったので、うん、はい、あ、そういうことなんですね。そうなんです。あ、だからなんかちょっとそうやって横田さんお感じになられたのか。いや、本当にピアノと全然違うので、あ、音を出すのが難しいんですやっぱり。だいぶその時代も苦労しました、はい、私はチェンバロとか弾いてます。横田さんがさらにちょっとなんかご紹介いただけるって、もうなんか引き出しどんだけあるんですかマジで。その建物の非常に珍しい一つなんですけど。あ、珍しい。これは誰の持ってるピアノかというと、そこからなんですけど、はい、誰の持ってる。想像で相当有名なピアニストのものです。え、ちょっと私当てに行っていいですかえ、日本の方ですか、海外の。海外です。ショパンコンクールを取った人です。ショパンコンクール優勝者。入賞者。優勝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 者までの把握がないんですけど。え、19歳でショパンコンクール取った。あ、誰だっけ19歳。え、誰だっけ。いいですか、答えって。はい。スタニスラフ・ブーニン。あ、なんでですか。ブーニンが、ブーニンの日本の地が割と近くにあるんですよ。ちょっと交流ができまして。そうですよね、ブーニーって僕でも知ってます、はい、でその彼が自分の家にこれをね、懐かしくて引っ張ったんですよ。つまりショパンコンクール優勝するときに自分で練習に使ったピアノなんで、思い出のピアノ。すごい。でそれを自宅にあったんですけど、自宅にあるよ、ここにね、動かしてくれないかと、でみんなに見せてもらってっていう話で預かったんですよ。そのためにもともとあったヤマハが下にいっちゃったんですよ。でもう一つすごいのはですね、はい、これおそらくまず間違いないんですけど、ドイツの皇帝から、はい、ロシアの皇帝の奥様アレクサンドラに贈られたピアノということ。
でそれは昔ドイツとロシアでユーラシア大陸を二分しようという作戦があったところに仲良くしようと、でロシアの皇帝夫人とドイツのあれはいとこ関係なんでね、はい、でニコライ2世の奥様にドイツの威信をかけてこれを送ったと、はい、いうことなんで、そこにあのここに書いてあるのここに、もうなんかもうスケールが大きすぎても、はい、カイザーに控えたと、本当だ、クーニヒって、まあ、日本でいうと宮内庁御用達みたいなマークが入っているし、これなんか分解するといろんな作者のサインが入ってる、名誉に思ってサインをした、はい、そういうピアノなんですが、まあ、あのロシア革命でね、はい、ニコライ2世一家も粛清されてしまったので、聖なる遺品としてあったものをパステルの悪の作家のおばさんにあたる方が発見して、でブーニーに与えたと、でブーニーはとても気に入ってこれを弾いて優勝したっていう歴史なんです。うわすごい。でもブーニーもなんかあ、じゃあもうここに置くわみたいな感じになっちゃった、自分の家にとってもっていうことでここに置いて、で時々弾きに来るってなかなか来なくなっちゃったんですけど、ああそうですか、ドイツ行って帰ってこなくなっちゃって、ああまあまあまあそうですね、うんうん、でそういう気持ちでちょっと弾いてください。まあすごい、なんていうプレッシャーをちょっとあの菊池さん、あの ブーニング声お願いします。いや、はい、やめてください。このなるべくあの強く弾かない曲にしたいので、ね、あ、わかりました。1909年のピアノなんで、まあちょっとこれ鍵盤が折ってしまったら減ってるんですよ、真ん中触って減ってるでしょ。あ、減ってるってどういうことですか。本当ですね、弾きすぎてちょっとこう鍵盤触っていただくと、なんかこう凹凸のある感じが、本当だ、若干すごいですね皆さん。あんまり音ので大きくないもの、なんだろう、あ、弾き心地が全然違いますね。あ、そうですか。びっくりしちゃいます。なんか どう違うの？私にはこうずっと浮き上がってくる気がするんですよ。響きが。本当に。繊細ですね、このなんか発音をするところに。これは繊細なんだ。すっごく繊細です。ちゃんとオーバーホールも、ね、してあるピアノなんですけど、 あんまりこう、なんていうかな、演奏使っていいんだけど、ちゃんと許可をもらわなきゃいけないですよ。文人家の許可と演奏曲を選ぶんですけど ね、今の曲なんていいんですけど、まあ、シューベルトとかね、その辺は弾いてると全然問題ないんですけど、はあ、プロコフィエフなんて行くとちょっと断られちゃうかもしれない。ああ、なるほど、そういうのがあるんだ。もう食べれないっす。もうすごいのばっかりで。あとはベーゼンドルハでお楽しみください。はい、いうことでございます。まあ、あの本当はね、あのもっともっとあの、まあ、いろんなものをですね、あの横田さんに紹介。もうこれあれですね、1日も全然持つないぐらいのやつをもうちょっと短くっていう感じだったんですけど、遊びに来ていただければ相当に2時間ぐらいこうやって遊んでられますし、さらに音を聞いていただくとね、はい、本当に半日は明るく、はいはい、遊べます、はい、横田さん、あのこれは一般の方は来れないんですよね。来れます。ああ来れるんですか。見学だけだったら無料なんですけど、ただお使いになってるところは見れないんで、うん、予約制になってます。あ、ということで、まあ、私が案内できないときはまずいので。ですよね、もちろん。くたびれて死んでるときもあるし。ホームページかなんかを見れば詳しくは載ってますかね。その申し込みフォームとか。そうですね、ホームページ申し込み、あのご案内問い合わせというあのメールがありますから、まあ、あのプラッと見えた場合は定員ぐらいは大丈夫ですけど、はい、中は予約制です、まあ、ということでございます、まあ、せっかくなんでね、あのお問い合わせいただいて、まあ、スケジュールが合えばあのぜひご覧いただければなと思います、はい、ということで、いろいろご丁寧に
今日はありがとうございました。時間を取りすぎてしまって、とんでもございません。はい、じゃあですね、菊池さんにですね、もうなんか十分いろいろ弾いてもらったような気がするんですけど、先ほどのベーゼンドルファーを使ってですね、ちょっと弾いていただきたいなというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。